問があります、はい、前の動画でプロとアマの違いが、うん、トラブルショットおトラブル、うん、言ってたのうまさの違いだって言ってたんだけど、うんうん、なんでプロはトラブルショットがうまいのかなって、うん、ああいい質問だねでしょ、うん、平井博明のワンナップゴルフ手打ちがうまいからかなやっぱりそこしかなくないって言いたいぐらいそうだよね、うん、やっぱそうなんだろうなと思ってたんだけど体動かさないで、うん、クラブの動きをすっごい分かってるからうまいのだからすごい狭いところでも打てるっていう広いところじゃないと打てないっていうのは、うん、それ動きをただ知ってるだけじゃない、うん、だけど手先で何かクラブをこうやって操作するのはちっちゃいところでもやっぱできなきゃダメじゃない、うん、それはクラブを手打ちできるからトラブルショットで体使ってグワーンって打つ人いないでしょどっちかっていうとさパンって言って出したとかさそんなんじゃないそれって手打ちだから大きく自分の打ちたいショットが打って曲がって次にトラブルショットじゃないだけどどっちかっていうとボール打つの超好きでいろいろボールいじくるの好きな人ってトラブルショットが面白いからやってるのが自分でそうなの？そう例えばあのピンフラッグにさこれ今9番やんなの9番やんでピンフラッグにどうやったら当たるかって言ってパッてこう狙って打つああいうショットを練習してる方が気分的には面白いそうもう本当普通に構えてこうバシャってナイスボール打ってる練習ほどつまんないものはないそれはプロとしてだけどまっすぐしかいかないから面白みがないっていうかねあ普通に打っててもそう普通に打ってても同じ結果しか出ないから試合の前の静かな練習になっちゃうそうみんなにちゃんと説明した方がいいのは、うん、トラブルショットだと、うん、なんで手打ちがいいのかっていうのなるほどねなるほどなるほどトラブルショットで例えばすごい高い球打つとかすごい低い球打つとかとにかくフルショットで何かをやるトラブルショットは体使ったりすることもあるわけよ距離を出さなきゃいけないからでも例えば林から出す時とか低い球でとにかく距離を出さないで確実性を持って打つショットのトラブルショットに限っては体がいらないんだよねとにかく正確にその狙った場所に打ちたいから体使ったらブレるから手打ちなのよどこがいいかなターゲットあの旗でいい50ヤードの旗あのグリーンにワンバウンドさせるね9番ヤンでそうああやって絶対にあそこに落とすぞっていう方向もそうだしそういうショットを打つために体っていらないのよクラブでやるから操作をだから手打ちじゃなきゃいけないのね一番ダイレクトにクラブの動きを感じやすいのってやっぱ手なのよ体動いたってクラブってこう感じないから動いてることかも分かんないだけど手で動かしたらどこにあるかが分かるじゃないだからトラブルショットのボールを打つ行為自体が手打ちの方が正確だし分かりやすいのよあんまり体を使わない方がいいよね木があってこう低くなってくるとか、ね、ああそうそうこうやってなってねでこれで体使えるわけがないのよそうこれで体使ったらミスするからこれで手先でさあの方向にこれでフルスイングに近いっていう状態でもこうやってワイドスタンスにして動かないで例えばフックが嫌だって言ったらロフト立ててあげればいいこれ多分ねそう7番とかこれ今7番だけど7番だったらあんまフックしないと思うんだよね低い姿勢で打ってあげたらであれでこう低くしようとしたら普通にかぶしてあげればいいだけだからそうだああいうふうに自分の姿勢が通常と違う時っていうのは手打ちでパンって手先でやってあげた方が結果は絶対いいのよ構えたところに、うん、ヘッドを戻すのに手だけで戻すしかなくなっちゃうよね変な構えそう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 例えばさこういうショットもそうよこうやってこうやってここに木があってさ、うん、こう打てないそれだけあるのある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 例えばこれが木だとするじゃないでさここに行っちゃったらさこれ木当たるじゃないだからこうやって打つかこうやって打つかしかできないじゃんだから左打ちが苦手な人はこうやって打つしかないのよこうやってあれで打つしかないここに出すのねそう俺は左の方が上手いけどねそうああいう風にこうとにかく向こうに打ってあげることが大事、うん、そうそうそうでもあれって手打ちの方がいいんだよねないでしょ、それでさ。そう、無理それで体使うって言ってたらめ
タだよ。ネタネタだな。笑っちゃうじゃん。そうでもさ本当に例えば、うん、左足下がり苦手でしょみんな。左足下がりよく苦手っていうのよ。そうな。左足下がりを手打ちで打ってみなって。普通に当たるから。傾斜関係も全部あれなんですよ。手で残さないといけないんです。そう傾斜地で体使うから苦手って言ってるの。傾斜地を体使うなっつの。立ったところに戻せばいい。そう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 。だってアドレスそこに構えてんだから。そこで言っちゃえば傾斜に対しては余計なことしてるから当たんないのよ。その場で落ち着いてその場で黙ってここでこうパンって振ってあげたら当たるの。だけどあれでしょ飛ばしたいからこうやってやりたいでしょ。だから当たんないのよ。ヘアウェイウッドの傾斜なんて まさにそうよ。左足下がりとかこうやってなってたりとか、例えばちょっと飛ばない方がずっとグリーンまで打ち上げのねところでティーショット傾斜のところにこうやって行きました。だからセカンドこう打ち上げになるじゃん。打ち上げになったらこうなるでしょ。ここでよし距離稼ぐぞっつってボフってやるの。それは傾斜に対して自分が登っていこうとするから、体重移動して体回転したりそれやるからミスショット出る。だから左足上がりとか左足下がりとかそういうのはもう構えてる場所がセットアップできてるんだったら絶対そこに戻せるわけよ。構えてんだから。そこに動かなかったら球あのクラブって体が動かなければ絶対そこに戻る。そう手打ちすればね。そうだよね。そうでもあれでしょあんまりやりたがんないでしょ。やりたがんない。だからさっき後ろ向いて打つのだって左手リードですか。言ってる言ってる言ってる。後ろ向いてるのに左手リードで腰切って体重移動してやるんですよ。やんなやんな。怒られる。やばい。それはやばい。それはやばい。だからつま先下がりとかつま先上がりも一緒よ。そこにつま先上がりってアイアンよくシャンク出んの。そうあれはハンドファーストにした時点でペチだからつま先上がりね。つま先上がりを手打ちができてるかどうかはつま先上がり打てば一発で分かるから。そうなんだ。そう腰切ったり体重移動したりハンドファーストにつま先上がり打ったらもうシャンクするから。手が出るとねこうシャンクスのつま先上がる。クラブがだってつま先上がってるから寝るじゃない。寝るところに輪をかけるからすぐシャンク出るよ。あとはスーパードフックが出たりね。つま先上がり俺はフックしない手打ちだから。でボール多少右に置くから別に普通の球出る。だからつま先下がりもよくスライス出るって言うんだけどスライス出ない。本当にノーマルポジションだけだったら多少体使ってね体重移動してこうバチーンって打っても何の問題もないけど、傾斜地って確実にヘアウェイにって言うんだったらちょっとクラブの動きをリードさせてあげられれば全然普通に打てる。だったら平らなとこからでもそれでいいよねってなった。俺はね絶対なる。そうだよね。逆言っていい、うん、俺は傾斜でも平らでもだから打ち方は変わらないのよ。あそうか。優しくない。そうだね。そういやこういう傾斜はこういう打ち方をしなきゃってないの。ボールポジション変えてるだけだから楽でしょ。楽。そう考えなくていいからスイング1個でいいんだもん。そうだね。そうあったとこに戻してくれる。そう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 。それは常にじゃない。そうか。やってることじゃない。いつもはそれはずっとトロ君と俺が言ってきたことでしょ。でそれに対して例えば傾斜の度合いとか、うん、どっち下がりとかによってボールポジションを変えてるだけでスイングは変えてないから、うん、結局考えることはボールポジションだけなの。戻すことは大前提でこうやってやってるから、うん、それはそれでいいんだけど片隅にあれば、うん、でそのスイングが大前提の中で傾斜に対してボールを移動させてるだけだからスイングの振り方は1個しかない。ここに来たら体を抑えてここに来たらクラブをスピード上げてとかっていうのはないから考えることは楽。プロでじゃあ普段体使ってるプロとか考えてそうやって書いてるのかな。大げさなトラブルショット本当にトラブル誰が見てもそういうとこはみんな手打ちに変える。そうなんだよ。そう本当にこういう感じこういう感じ。それでもゼロはするけどね、うん、こうやってそうだから本当さ本当に林から本当に出さなきゃいけない状況なんかはこうやって打っちゃうからこうやって普通に見えるけどね。あ本当ただ9番でアプローチしてるみたい。だからスイング自体はアプローチの構えをしてアプローチのスイング俺はするから多分普通に見えるけど、体使って打つ人なんかは多分こうパチンって見えるかもね。で意外とトラブルショットの注意点一つ、ああやって林からヘアウェイに出すときに意外とみんな焦るからスイング速くなるから、うん、速くなって手打ちで速くなるとこうやってなるから今のは最悪ね。あとこれやるからやばいやばいやばい、ヘアウェイ出さないとって言って、うん、はい平行きますって言ってやるじゃない、うん、お前グテよなんて言われちゃって、はい行きました行きましたなんて
こうやってやったらもうちょろちょろちょろってなってもう一回配置だから、だからトラブルショットほどゆっくり打ちましょうってことで、ゆっくり打つときにグリップまでゆっくりしちゃう人いるのよ、うん、それもゆっくり振ってもこうなるから、こうやってあれって あとちょっと強く握ったぐらいでこうやってなるから、そうしたらもう出ないから、そうグリップはしっかり握ってあげて、スイング自体はそんなに急がずに確実にパチンって打ってあげることはトラブルショットのもう大前提、それはやってあげた方がいいね。いやー本当に毎回どこでその質問は持ってくるんだろうないい質問ばっかり。そうトラブルショットの打ち方として手打ちを少しやってもらいたい。ボールは上がんなくていいんで確実にフェースにヒットする方法を見つけた方がいいんで。そしたら打席でさ、うん、体で打ってる人はさ、うん、練習してないことになっちゃうよね。そう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 、だからトラブルショットの練習方法としては脱出セットってみんな持ってる 5-7P だいたいラウンド10ラウンド以内の人は脱出セットって持ってくるのよ1打目ドライバー打つでしょ、したらもう脱出セットキャディバッグから 5-7P を持ってとにかく走るのよどんな状況にも対応しますよと。で 5-7P の脱出セットを持って、で誰よりも先にセカンドショット行くでしょ、したらとりあえず先打ちますって言って出しとくの、部屋上に。でこうとりあえずこうやって構えてこうやって出しとく、そうこれセオリーそうだから皆さんが1打目打つときにもう2打目は打ち終わってるから、そうだからそれを持って走っていく感じ、だから確実に出すことは大事だね。トラブルショットの手打ちについてちょっとお話しさせてもらいました。距離を出すトラブルショットに関してはもちろん体を使っていただいて結構です。ただ本当にその場所から30ヤード50ヤード以内のフェアウェイに出す場合はあまりこう体は必要ないので、ヘッドを動かしてボールにフィットさせてあげることっていうのを普段の練習からこう遊び感覚でやってみるといいかもしれないですね。で今回はなぜプロとアマでトラブルショットはプロの方がうまいのかっていう動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。体使うんだったら手打ちができた上にやんなきゃいけないから、あ次次そう手打ちの次、そうだよね、うん、だからできるってことだじゃん。そりゃそうですよ、そうですよ、だってみんな体使うからそうだからもう手打ちをやらないで体使ってる人ももちろんいる、うん、いるけど、うん、当たらないんだったら今の体の回転に間に合う手打ちを付け足してあげればいいから、うん、ああ体を抑えるんじゃなくて、そう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 、手をさらにそう増してあげれば、うん、なるほど、そう体に追いついてあげればもう300ぐらいいくんじゃないかな体使ったら。そうなんでやってあげた方がいい、せっかくそれだけ使えるんだったらね、うん、もったいないからね、なんでそれをちょっとやってみてください。はい以上になります。